人間社会学部情報社会学科情報コミュニケーション研究室の森沢幸弘先生と広野康平さんです。森沢先生にはリモートでご参加いただいています。お二人ともよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ではまずは森沢先生、こちらの研究室について教えてください。はい、えー、情報社会学科情報コミュニケーション研究室では人同士のコミュニケーションの質を高める。 こういったところで情報技術がどういう役割を果たすかということについて研究テーマとして研究活動取り組んでいますありがとうございます広野さんはなぜこちらの研究室に入られたんでしょうかこの研究室に入ったのはパソコンを用いて何かを作りたいと思ったからですで、この研究室は映像制作も音を使った作品制作もどちらもできるのでとても魅力的でした 過去の自分の経験が存分に発揮できると感じたため、この研究室に所属することを決めました。もちろん新しく始めるというのも魅力的ですけど、これまでやってきたことが役立てられるかもしれないと思うと、うん、研究もまたさらに楽しくなりそうですね。はい、それでは先生と、えー、広野さんに研究の一例をご紹介いただければと思うんですが、先生よろしくお願いいたします。はい。 森澤研究室では主に情報技術の中でも XR 技術というものに注目しています。XR というのは VR ですとか AR といった仮想空間を作るといったことを中心に取り上げているものなんですけども技術なんですけども、まあ、その中でもこのフォトグラメトリーと言われる技術について活用を今しています。この技術自体は新しいものではないんですけども えー、こういった写真をもとにしたあ地形の測量などを使って、えー、この測量したデータをもとにして、えー、仮想空間を作ると、えー、こういった取り組みも進めています。えー、またこういったところで、実際の制作している途中のものなんですけども、えー、こちらですけども、これはの深谷の空間ですね、えー、駅ですけども、こういったものを 新しく作り直して、えー、こういった XR の空間で再現しています。ですから、ここにあの新しい想像力などをうまく組み合わせながらあ、作品作りであったり、データ空間作りなどを進めています。で、同じようにあの学生の廣野くんなんかもお、コンピュータグラフィックスを使った映像、えー、またはあ、音像などの制作を進めてくれています。えー、今日紹介してくれる予定のお作品も、廣野くんのおサウンド、 音に対するこだわりとコンピュータグラフィックスを使った映像作品ということになりますでは早速広野さんの作品も見せてくださいはい なんかこうピアノがあるお部屋の中に楽譜だったりだとかあとはコードですかね表示されていましたけど<え>これはどんなテーマで作られたんですかこれは、えっと作品をどういうの作ろうかなって考えている時の頭の中自分の頭の中、うん、例えば具体的にどんなところにこだわってやられたとかあれば教えてください、うん、上のライトのところに楽譜があるんですけど それは今実際流れてる曲の楽譜を使ってミラーボールみたいなイメージしましたうん、うん、なるほどそれがこう部屋中に映し出されているということなんですね、はい、これ音楽もかなりこだわって作られてるって先生おっしゃってましたけど、はい、この音楽も実際にオリジナルで作られたんですかはいそうですもともとそういうご経験があるんでしょうか、えっと、独学なんですけど中学生の頃から少しずつ勉強しながら作ってます では今の作品について先生にも聞いていきたいと思いますが森澤先生こちらの作品どのように先生はお感じになられましたか、はいえー、私自身も音楽を演奏、まあ、したりしますのでそういったところを理解しながらあコンピューターを使って、えー、自身の力で映像を作っているということで非常にこだわりがあるかなという印象でした。 ありがとうございます。森澤先生が最初におっしゃっていた XR についての研究であったりだとか CG を使った作品作りというところで多くのを研究されていると思うんですけれども森澤先生こうした研究のやりがいというのはどうういったところにあるんでしょうか、はいえー。コンピューターを使った情報技術というのはあ、まあ、非常に重要になってますけれども、えーまあ、そういった技術を使って、えー、新しいものを生み出すという。 生み出したときのまた新しい気づきというのがあるんですけども、まあ、こういった気づきに出会えたときが非常にやりがいにつながりますね。で、私自身もクリエーターで、コンピューターグラフィックスで映像などを作っていましたけれども、まあ、そういった作品制作をすると、生み出していくということに非常に意欲的に取り組めると、また私どもの研究室としても、そういったところを大切にしています。ありががとうございいますすさんはいかがですかで 比較的自由に好きなことをやらせてもらえるので楽しく作品制作をすることができています学生たちはそれぞれが全く違う分野の研究を行っているのでまた作業をしている時に隣の席をちらっと覗いて今何してるのかなとか覗いてみるのが楽しいですお互いの制作がこう刺激になったりもしそうですね、はい、ありがとうございます では最後に今ご覧になっている高校生の皆さんに向けてメッセージをお願いしたいと思います。まずは森沢先生お願いいたします。はい。えー、今あの見ていただいたように私どもの研究室でもコンピューターを使って情報技術を使って新しい取り組みさまざまな取り組みに挑戦しています。えー、ぜひあの高校生の皆さんもですね。今この情報技術非常に重要な大切な技術であり。 身近なものでありまたどんどん目まぐるしく変わっていくものだと思いますですので貪欲にやりたいことにですね積極的に挑戦していってもらいながらこういったあ社会にとって大切な技術知識こういったものを身につけていってください頑張ってください応援しています続いて平野さん高校生の皆さんにメッセージをお願いいたします何かを作りたいと考えている人にはおすすめです それぞれの専門分野の先生が在籍しており実際に手を動かして学べます大学のスタッフの方々のサポートが厚く日々の勉強や資格取得就職活動などのモチベーションの向上維持が期待できます学生が主体となるイベントもあるのでそこに熱を注いでみるのも良いかもしれませんお二人ともどうもありがとうございましたありがとうございました